はいどうも、ケイキです。今日はですね、ブレスオブファイア続きやっていきましょう。まあ前回ね、アイテム回収して、まあ次は砦に向かうところと。さあ、ここもしっかりね、煙使って、よし、じゃあ向かいますか。はい、とりあえずこっち。OK、大丈夫と。足りましたね、煙ね。で、こうしっかりね、壊して、で、アイテムね、回収しておきましょう。大金槌と、小玉の帽子か。一応装備しとくわ。そうですね、どうしよっかな。うん、まあ、ビルダーでいいか。はい、まあ、こんな感じでいきましょう。そしてさらにね進んでいくと、まあ、アイテムも回収しつついくか。こっちあるね。はい、まあ、戦いましょう。まあ、これは楽勝やな。はい、これでよし、まあ良いっすね。はい、終わりと。750、まあまあね、経験値も。薬草いらんな。次は、まあ、でもとりあえず宝回収したいよね。突撃やるやん。必殺、さあ必殺。まあちょっと竜のね、攻撃が何とも言えなくなってきたんですけどね。まあいい装備手に入るんでね。こっちは、お、宝ね。まあプラスこっち進むことができると。一応確認しとくよ、こっちも。ああ、宝ありますね。お、鋼の盾か。そうやね、鋼の盾か。いや、いらないですね、鋼の盾は。はい、そしてこっち行く。誰もいないか。 OK やな。ここを壊して、宝はないね。はい、宝なしと。 OK、 じゃあ進みましょう。仲間を助けに来たのか。感心な奴らだな。見上げた根性だ。しかし根性だけでは俺は倒せん。さあボス戦。まあそうですね、ここはサンダーで攻撃、そしてまあ大地の鍵とかにしましょうか。さあ楽勝ですね。削っていこう。まあ会心弾でも一気に押しましょうか、ここね。まあ、前回結構買ったんでね。はい、32余裕。オッケー、いい感じですね。よしよしよし。ここもゴリゴリ使って、まあ、回復竜で。まあ、全然余裕っすね。もう回心弾ゴリゴリ使おう。まあ、金も結構余ってるんですよ、今ね。もうね。余ってるので、バンバン使うと。73か。まあまあ受けたな。さあ、ここしっかり攻めていく。回心弾使って攻撃。ここは回復っすね。
55か。まあ結構受けますね。まあ HP も少ないですしね。で、回復。これで OK。うん。よし。7200、でかい。経験値。ありがてえ。ぐ、やられた。お前たち、大丈夫か？お、ビルだ。生きていたのが、よかったな。この人たちに助けてもらわなかったら、死んでいたところだ。キングさんですか？どうも、ありがとうございました。でも、一歩遅かったようです。秘密兵器は北にある、ナバルの城へ運ばれました。ビルダの奥さんや女、子供も人質として一緒に連れて行かれました。おい、なんだって？ナバルの城だと？なんてことだ。よりによって警備の厳しいナバルの城なんて。だなんて。ナバルの城は警備の厳しい城です。私たちには手も足も出ません。できれば自分たちで何とかしたいのですが。ガンツの近くに元黒竜軍の将軍だった老人がいます。あの人に聞けばナバルの城について何か聞けるかもしれません。キングさん、北へ。ナバルの城に行きましょう。はい、次はね、まあ、ナバルの城を目指すと。さあ、パンチ。はい、それじゃあね、ガンツ行きましょうか。はい、ニーナで、ガンツ行きます。で、前回ね、ブーメラン手に入れたじゃないですか。そのブーメランをね、ちょっとまあ修理してもらうと。ブーメラン、これですね。古いブーメラン。珍しい武器ですが、壊れています。まあ、これちょっと修理してもらって。その手に持ってるのはブーメランじゃな。珍しいものを持っておるの。ふむふむ、直せばまだ使えそうじゃ。よし、これはわしが直しておこう。その間休んでてくだされ。こんな型武器を鍛えるのは久しぶりで楽しかったわい。ほら、ちゃんと直っとるぞ。キングは修理されたブーメランを手に入れた。これはね、結構強いですよ。まあ、今までセイバーっていうのを使ってたんですが、これでね、まあ、一気に攻撃力上がります。136ね。はい、それでは次はね、まあ、老人のところに行きましょう。OK。まあ、金も全然余裕あるな。さあ、煙使って、まあ、しっかり煙使ってね、まあ、進んでいくと。さあ、こっち。ガンツの近くに住んでる。あった。いや、それはブーメランではないか。これぞまさしく伝説のブーメランじゃ。生かすの。いや、いいものを見せてもらったわ。ありがとうよ。やっぱり武器はいいの。男のロマンじゃ。しかしな。戦士たるものをそれだけに頼ってはならん。頭を使えば何でも武器にできるんじゃぞ。例えばじゃ、コカトリスを知っておるか。普段はまあおとなしい生き物じゃ。しかしあいつらの卵を奪ってうまいことを誘導すれば敵にとっては恐ろしい武器になる。まあチャンスがあったら試してみなされ。め？コカトリス作戦に間違いはない。頭と卵は使いようじゃ。いい話が聞けましたね。はい、いい話もね、来たということで、まあ今ね、コカトリスの森の前に、もう来てます。まあ砦で抜けてすぐですね。で、卵をね、ちょっとゲットすると。卵くれ。あった。ぐわ！ぐわ！
怒ってますね。そうですね。バーニンレーピアで、これ強くないんでね。まあ、回心弾連発くらいでも適当な感じで、OK じゃない？これでどうすかね。あ、余裕ですね。はい。楽勝楽勝。レーピア使って、まあ、使いましょう、これ。まあ、今はもう金もあるんでね。もうガンガン使っていきますよ。ガンガン行こうぜで。はい。コカトリス、切れた。ブチ切れ。使っていこう。まあ、これで、終わんないっすかね、でも。まあ、ブレスオブファイアはね、HP がなくなってからが勝負なんですけどね。さあ、400のダメージで30。270。よし、OK。終わったね。いや、いいですね。経験値5400。でけえわ。はい。そして、大きな卵を手に入れたと。ちょっと回復しとこうかな。さあ、ついてこい。卵はこっちだよ。俺が持ってるよ。ついてきてますね。ほら、しっかりついてきとるやろ、ほら。はい、ついてきてると。さあ、このコカトリスをね、連れていきます。ビルダーたちはコカトリスの卵を城の中に放り込んだ。はい。楽しそうやろ。話しかけんなバカモンだー !123 だー今のうち潜入だ。あ、煙、煙ですね。一応ちょっと探索をしたいっすね。ここは。OK。で、どっちだ？こっちか？こっちが正解かと。よくここまで来たな。褒めてやろう。せっかく来てくれたのに申し訳ないが、わしは忙しくてな。お前たちと遊んでる暇はないのだ。ゾーゴン様よりお預かりした城をよくもめちゃめちゃにしてくれたな。将軍閣下に代わって我らが成敗してくれる。まあ軽くね、じゃあこれ終わらせましょうか。まあどうすかな、とりあえず、まあここは、まあ、まずは回心弾で、まあ、全員ダメージ与えつつっていう感じかな。はい、こんな感じでいきましょう。さあ必殺、まあ一気に与えてね。よし、いい感じですね。あとは適当にこっちを削って、もう一回回心弾使って、で回復しとこうかな。はい、ニーナ回復で。やるね。はい、終わりと。そして合体。さあ、こっからそうですね、ファイアーパピーいきましょうか。ファイアーパピーで、まあ、回心弾使って回復でいこう。はい、必殺、まあいい感じですね。まあここも攻撃でバーニンレイピアでいきましょうか。さあ170かで90ね。で172。はい、楽勝っすね。弱い弱い。よし、 OK、 倒しましたね。6496。 よくもやってくれたな。だがもう手遅れだ。将軍はもう執行される頃だ。真っ赤はおしまいだ。おごー
おら。あなた来てくれたのね。でも、あの兵器はすでに船に積まれてしまいました。あれを破壊してください。今ならまだ間に合うかもしれません。早く。なんと、わしの部下を倒したのか。雑魚にしてはやるな。お前たちは、マッカをこの世から消した後で、ゆっくり始末することにする。楽しみにしておれ。ああ、間に合わなかったのですね。奴らの秘密兵器は水中爆弾です。ショートが危ないわ。大丈夫、大丈夫。こっちにもまだ切り札があります。早くショートに戻りましょう。切り札は元締めが持ってるはずや。あなた、頑張って。皆さんを手伝って平和を取り戻して、生まれてくる子供のために。え？もう3ヶ月よ。そうか。よし、頑張るぞ。子供が生まれるまでに平和な世界にするだ。じゃあ、早いとこ行こうぜ。そうでっか。敵の秘密兵器を破壊することはできまへんでしたが。よし、こうなったら奥の手や。さまよる町の大魔法使いを起こしましょう。詳しくは2階の親父に聞いてください。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。